ヤボリナは、東部スロバキア、プレショ県、ケジマロク軍にかつてあった、軍区。2011年1月1日に廃止された、著名観光地のタトラ国立公園に近い国防省、ケジマロク軍事演習場を有する、スロバキア国内最大の軍区だった。1953年1月1日に25カ村の全域、または一部を接収して設けられ、主に戦車部隊、 防空部隊と旧ソ連軍部隊の訓練に使用した。軍区化に伴いブラジョウ村、ドボルツェ村及びルスキノオゼ村の3村が廃村となり、レボチュスカードリナ、リビツケークーペレ、イフラ、スイープコバー、ブラジョーの5集落が消滅した。総面積3万1600ヘクタール余りの 軍区一揆のうち、旧ルビーツ系クーペレ集落を含む8,586ヘクタールについては、接種時に住民を強制的に退去させ、地権者に対する保障を事実上行わなかったため、国有地としての適法性に疑問が生じる状態になっており、民主化後3万人を超える元住民の地権者が、軍区の廃止と土地の返還を求めて政府への請願を繰り返した。 2002年に国防省は2006年12月31日で軍区を廃止し周辺自治体の損益に属する国有地として分割合併させることを決めたが議員提出された軍区廃止に伴う自治体編成法改正案に旧留備付クーペレ集落を村として復活することが盛り込まれたことについて同地区の元住民が国有地の返還を受け移り住む 妥当性が憲法裁判所で争われたため、廃止手続きが凍結された。憲法裁判所は2009年9月、元住民の権利は無効で、国有地のまま2011年1月1日に、軍区廃止を行うべきとの判断を示し、国民議会は2010年3月に、リビツ系クーペレ村の復活を盛り込んだ、改正案を否決した。軍区廃止に伴い軍区域は、 周辺の22市村に原則として、軍区会以前の区分けで分割編入したが、かつてのブラジョー、ドボルゼ、リビツケークーペレ、ルスキノツェチセキはそれぞれ近隣の子孫域に統合された。引き続き国有地として、スロバキア共和国軍有林地国有会社が10年間の期限付きで管理する。ありがとうございます。